黄昏のホームに迷い込みしリトルデーモンよ。何時の目指す約束の地の名を口にするがいい。え？電車に乗るんじゃないの？写真を撮りに？そう、構わないわ。駅をすべたる者の衣をまといしヨハネの姿、存分に撮りなさい。どうかしら。ヨハネの駅員体験姿は、夜と昼とが入り混じる黄昏時において、神々しいほど輝いて見えてこない？素直ね。人間界にさらに溶け込むべく、駅で働く者の仕事を模倣し、全うした甲斐があったわ。訪れたリトルデーモンたちも喜んでいたようね。さあ、そろそろヨハネたちを迎えに魔界列車が到着するわ。あなたも乗り込んで、ヨハネと共に遠い彼の地での打点を果たすのよ。彼の地がどこか？それは魔と東京に決まっているでしょ。あまねく魔の者が闊歩すると言い伝えられる約束の地がヨハネの到着を待っているの。ほら、あなたもリトルデーモンとしての血が魔と東京に惹かれ始めたんじゃないかしら。このままヨハネと魔界列車に乗って打点しない？あっ、噂をすれば魔界からの更新が入ったわ。し、心して聞きなさい。きっと大事な知らせよ。え、今日の魔界列車は運行取りやめ？聞いたわね、リトルデーモン。残念だけれど、天界議決により消したのなら仕方ないわ。こうなったらあなたも人間界に溶け込むべく駅員体験に勤しむわよ。まずは改札でのお客様のご案内から教えてあげるわ。ついてきなさい。